ソマトスタチン。ソマトスタチン、とは、脳の床下部、水臓のランゲルハンス島デルタ細胞、D 細胞、消化管の内分泌細胞、デルタ細胞などから分泌され、内分泌系を制御し、G タンパク質協約を介して矢に影響を与え、さらには、多くの二次ホルモンの分泌を抑制する、ペプチドホルモンである。コレシストキニンなどにより、 ソマトスタチンの D 細胞からの分泌が促進される。ソマトスタチンは、ガストリン、セクレチン、インスリン、グルカゴンの分泌を抑制する。ソマトスタチンには共通の染具タンパク質、プレポラプローティンから切り出される二つの活性型がある。一つは14アミノ酸からなり、もう一つは28アミノ酸からなる。28アミノ酸型ソマトスタチンは14。 アミノ酸型のアミノ酸差を延長した形になっている。脊椎動物では6つのソマトスタチン遺伝子が知られており、SS1、SS6 SS と呼ばれている。ゼブラフィッシュは6つの遺伝子をすべて持つ。6つの遺伝子は5つのに対応し、ソマトスタチンの機能を多様なものにしている。人には、ソマトスタチン遺伝子は1つ、SST しかない。ソマトスタチンの同義語として、 下記のものがある。詳細は以下に示す。ソマトスタチンは消化器系の複数の場所から分泌される。有紋から分泌されたソマトスタチンは、門脈系を経由して心臓に至り、全身循環に乗って各部に到達して、抑制作用を示す。加えて、デルタ細胞から分泌されたソマトスタチンは、近傍周囲の組織へ影響する。胃内部では、ソマトスタチンは、 g タンパク質強薬受容体、アデニル酸シュクラーゼを阻害して、ヒスタミン放出を抑制するを介して、壁細胞の酸分泌を直接減少させる。ソマトスタチンには、間接的な胃酸分泌抑制作用もあり、他のホルモン、ガストリン、セクレチン、ヒスタミンの放出を抑制して、胃の消化プロセスを遅くさせる。死傷株から分泌されたソマトスタチンは、 gh と tsh を阻害する。ソマトスタチンは、床下株のに存在するニューロンで産生される。これらのニューロンはに突き出しており、神経分泌末端から、ニューロン軸作を通じてへとホルモンを放出する。放出されたソマトスタチンは、脳下水体全葉へと運ばれ、からの成長ホルモン分泌を抑制する。脳質周囲核のソマトスタチンニューロンは、 自身からの成長ホルモン分泌の負のフィードバック制御を行っており、成長ホルモンやソマトメジンの血中濃度が高いと、ソマトスタジンを放出して成長ホルモンの分泌を低下させる。ソマトスタジンは中枢神経系の他の部位でも産生されており、ソマトスタジン受容体は脳の様々な部位に発現している。特に、海は脳幹での発現密度が高い。 ソマトスタジンはホルモンに分類され、その作用は体の広範囲に及ぶ。脳下水体全容でのソマトスタジンの作用。オクトレオチドはソマトスタジン模倣ペプチドの一つであり、成長ホルモン、クルカゴン、インスリンの分泌阻害効果が強化され、半減期が大きく延長されている。約90分。ソマトスタジンは2から3分。消化管からは吸収されがたいので、非傾向的。 皮下注射、筋肉内注射、静脈内注射に投与される。および先端巨大症の対象療法に使われる。多発性脳法人や脳法肝への使用も増加している。は、先端巨大症の対象療法ならびに、神経内分泌腫瘍の症状緩和、さらにはカルチノイド症候群の治療に用いられる。オクトレオチド同様に、 長時間作用型のソマトスタチンアナログである。ランレオチドは、英国、欧州、カナダ、米国等で入手できる。2016年11月日本でも、先端巨大症及び、下水体性巨人症治療薬、パシレオチド、商品名シグニ法、ノバルティス製造販売が、薬価収裁された。ソマトスタチン受容体には5つのサブタイプ。 SST1、SST5 が存在している。成長ホルモン酸性選手、先端巨大症では、このうち、SST2 と SST5 が発現している。従来用いられてきた、ソマトスタンアナログ製剤であるオクトレオチドとダンレオチドは、主として、SST2 に結合する薬であり、SST5 への結合脳は弱い。一方、アクス酸性化衰退選手、 クッシング病にはほぼ SST5 のみが発現しいる。パシレオチドは SST1 から3及び SST5 に結合する新規のソマトスタチンアナログ製剤であり、オクトレオチドやランレオチドに不応の先端巨大症やクッシング病への効果が期待されていい。しかし、本在が水ベータ細胞の SST5 にも結合するため GLP-1 血糖依存的なインスリンの分泌を抑制する。一方、食後グルカゴンの分泌は維持される。このため、高血糖が起こる。ソマトスタチン遺伝子は、脊椎動物では6種類見つかっている。現在考えられているその理由は、甲骨魚で遺伝子の部分重複が発生したほか、脊椎動物の進化の過程で、全遺伝子の重複が3回発生したと、うものである。 先祖型のソマトスタチン遺伝子からは、最初の遺伝子全兆複、1R で SS1 と SS2 が生じ、両遺伝子が2回目の遺伝子全兆複 R SS、2R で SS1、SS2、SS3 ともう一つに分離し、進化の過程で4つ目が失われた。獅子動物は、肉絆と蒸絆が、系統分裂した後に SS1、SS ss-14 よび ss-28 として知られると ss2 として知られるを保持している。甲骨魚図などは ss1、ss2、ss3 SS は3回目の遺伝子全重複 3r で ss1、ss2、ss4、ss5 と現在は失われた2つの遺伝子に分離した。ss1 と ss2 は遺伝子の部分重複で それぞれ SS6 と SS3 を生じた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。